明けましておめでとうございます。かなり久々の主食はお米です。特に仕事が忙しいわけではありませんでしたが、いろいろゲームに浮気をしてましてわら。でもドラポはちゃんとやっていましたよ。またなんとなくですが、新規アカウントも作ったので、特に初心者に使い方を中心に、定期的にとまではいきませんが、随時動画を上げていくのでよろしくお願いします。そして今回は福袋ガチャ、メイン赤、サブ赤、そして新規アカウントで引いてみたいと思います。今回も使用する石の数が違う2種類の福袋ガチャがあります。まあ値段に驚きましたが、運営も利益拡大を狙っているのでしょうかわら。でも内容は知的にすごく良いと思います。まずは石100個を使用する属性別ガチャ。3枚すべてがコスト35以上の上、コスト37以上が1枚入ってます。その他におまけがいろいろありますが、覚醒進化させる指輪がついてくるのが嬉しいかもです。もうコスト30以下に怯えなくても良いですが、石100個がちょっとわら。もう一つのガチャはなんと石150個わら。でもコスト35以上確定、コスト40、1枚確定、 GDR 1枚確定と、なかなか気合が入っています。おまけになんと期待のあれが30枚は大盤振る舞いではないでしょうか。知的にはこちらのガチャをおすすめしますが、予算は計画的にお願いしますわら。ちなみに今年は石100個のガチャと150個のガチャが両方引けるようです。毎日引いたら石750個なくなりますわら。運営絶対儲けに走ってるわら。まずは新規に作った赤で石100個のガチャを引いてみます。バチバチがたまらんわら。ニューカードが2枚、白のポーン、防御破壊の5回攻撃、進化分岐があるカードで割と使えると思います。古文でも使用可能です。クプグア、炎帯、2回から4回攻撃、帯た状態で4回攻撃できれば強いですが、盾破壊がないので少し微妙です。絶発するタイミングが難しいかもです。ダブル合体で拾ってもらうのが良いかもしれません。ロザリア、炎帯3回攻撃、睡眠を付与します。通常のスペダンで対象の弱点が睡眠であれば使えますが、どちらかといえばコロシアム、デュエル向きでしょうか。ただ破壊力はあるのでスペダンで使えないわけでもありません。対象の弱点を考えてデッキに積みましょう。次は超大入りミックス福袋、10連回します。まずまずでしょうか。ニルブアーナ、防御破壊攻撃4回、赤盾を付与してくれます。はっきり言って強いです。白のルーク、5回攻撃、進化分岐のあるカードです。シーア、敵全体に炎、帯攻撃2回、麻痺を付与します。
摩天楼のニルヴァーナ。縦破壊の水帯4回攻撃。理想的な攻撃カードです。古文もかなり強いです。このあたりは、石の関係で、ガチャを回しませんが、宇宙無限の創造主アザトホース。縦破壊の水、帯攻撃。確率、最大で、8回攻撃します。その上、対象のステータスがプラスの時は、打ち消してくれます。命中率を、うまく上げれれば、ぶっ壊れですねー。さすが、石150個ガチャって、感じでしょうか。水温を消して俵。白のナイト。進化分岐のあるカードです。ニューでないのが、ちょっと笑。運命の占い師あるかな。使えるカードだと思って、大枚はたいて、すでに、全赤で持ってますわら。古文だと追加でステータスを上げ、さらにステータスマックスだと最大 40% に上がります。ぶっ壊れ古文ですわら。赤猫。必中攻撃カードです。縦破壊がないのが玉に傷。古文は普通に使えます。ベルモット、ザ・スローター。防御破壊。攻撃回数変動は、あまり好きではないですがピンチに強いカードです。古文は、上手に組み合わせれば、ぶっ壊れクラスですねー。心臓銀河流、ビースト。縦破壊の最大7回攻撃。対象のステータスがプラス15または、自分のステータスがマイナス15の時、必中になります。スペダンでかなり活躍しそうです。とわら。雷神金太郎。防御虫の赤盾付与。一応盾付与する対象に使えます。囚われのガニネアン。攻撃素早さを下げ睡眠を付与します。睡眠はおまけ程度で、古文が強いので使い勝手が良いかと。聖剣のアーサー王。鉄壁付与、ステータス減少を初期化します。このカードはスイッチ進化ができ、残カードに変更することもできます。残は、炎帯5回攻撃。スコルピオン。防御虫の、炎帯攻撃5回。追加で対象の、上昇効果を、消す時があります。古文は弱めですが、軽減を、つけることができます。金星流、ヴィーナス。防御破壊の最大7回攻撃。初期に実装された GDR カードです。そのせいか、古文のスキルが強いことは、強いのですが、他に比べると弱めです。
ンと変わら。まあまあですかねー。紫式部 HP を回復しながら予防接種と反射を選択できるカードです。古文は上手に組めばかなり強いです。北条のフレイ&フレイヤ、防御破壊の5回攻撃、確率で怒りを付与し、追加で攻撃力をプラス5上昇します。攻撃がプラス5の時は炎を帯びます。弱虫入り、 HP を回復し反射を最大6回付与します。進化分岐があるカードで HP を回復しながら見切りを付与できます。すでに持ってるのでもう一つの方に進化させたいと思います。小さな赤ずきんちゃん、防御破壊の必中6回攻撃、確率 50% で対象のステータスを反転させます。タップすると防御破壊しなくなりますが炎を帯びます。かなり使えるカードだと思います。古文も優秀、状況によって使い分けれるのがいいですねー。数枚欲しいところですわら。ハウ潮流デネブアルファ、盾破壊最大7回攻撃、追加で上昇効果は2点とか強いですねー。最大まで上げたいですが石かなり使えそうわら。 GDR 系のガチャは石がたくさん必要なので見てませんでしたが、こんな強いカードが出てたんですねわら。また、キーンですかわら。王は雑味持ってなかったわら。星の戦士、エリック&マーシュ、防御破壊、水帯、必中5回攻撃、理想的なカードの1枚です。タップすれば、盾破壊がなくなりますが、暗闇付与します。グッドブチャー、サプグア、盾破壊、森帯、5回攻撃、タップすれば星の戦士エリック&マーシュと同じですねー。大技積みを持っていなかったアカウントに驚きました。指摘には親分より子分の方が強いかなーと。一応親分でも使えますけどねー。おっと、間違いわら。小さな赤ずきんちゃん、かなり使えるカードなので嬉しいですねー。全部のアカウントで欲しいぐらいですわら。スキュー、ルーナ、このカードも初期に出た GDR カードです。盾破壊画がないものの赤盾付与、味方全体を回復してくれます。デュエルで結構使える感じです。次から、本赤になりつつある、サブ赤を回します。エルブイン、ガード。敵全体に、最大3回攻撃、確率で睡眠を付与します。デュエル、コロシアム向きカードでしょうか。指摘には、最近、コロシアムを、参加、してないので、全体かカードガチャは、
回しません。子分は強めです。創生のアリア、縦破壊、必中、帯攻撃、強いとは思うのですが、ミュウが欲しかったわら。冥界ガールズ、縦破壊、水帯、必中と強いカードなのですが、当然ガチャってますよねー。ミュウで少しでも石を回収したいわら。ダークケットシー、防御破壊、必中6回攻撃、対象をタップすると盾虫の森帯攻撃、使い分けのできるかなり強いカードです。子分もなかなかでしょうか。このカードも全赤で欲しいカードの一つです。水星竜、マーキュリー、盾破壊、最大7回攻撃、対象に盾がついていればステータスを大幅に減少させます。このカードもなかなかです。破壊耐性、ギガノトサウルス、防御破壊の無属性5回攻撃、怒りを付与します。子分にもう1枚 UMA がいると必中になる子分も優秀なカードです。エロース、コロシアム、ジュエル、スペダン、すべてにおいて使えるカードです。すでに持っていますが、子分として使用すればかなり優秀ですねー。6枚ぐらい欲しいですわら。赤猫、必中攻撃、最大6回、確率デバフを奪い取ります。最近のスペダンはデバフがひどいので、必中カードはすごく嬉しいですねー。盾破壊がないのがたまに傷わら。ヒクタクマン、ケイオスゲノム、発動回数4回の合体カードです。威力アップの方が強いとは思いますが、私的には複数化の方が好きです。子分が貴族性であれば何にでもつけるのが強い。合体倍率もランダムですが強いですねー。素で 100% 超えるとかわら。次回石があれば回すかもわら。そう思えるほど強い。星砕きの邪神、クリトルリトル、6回攻撃の赤盾付与、上書きできない盾だと使えんかなー。ダメージを与えられなくてもデバフは入りそうですが。なぜこんなにピキーンが出るわら。サマーキャンプの落とし後、3回攻撃、誘惑を付与します。使
ペダンで誘惑は、ほぼ効かないので、コロシアム、ムキカードでしょうか。ただ、古文が割と優秀なので、古文運用に、なると思います。ヒミコ。対象の弱点属性で、3回攻撃します。実際に、スペダン等で使用したことがありますが、あまり、強いイメージは、ありません。他の、森、強属性の古文雪になりそうです。ブラド、セペッシュ。対象に必中の、最大6回攻撃。確率で封印を付与します。確率での、バフ打ち消しを持っています。スペダン、コロシアム、デュエルと、どこでも使用できるカードだと、思います。ダークケット C。防御破壊の必中6回攻撃。ダメージを吸収して、味方を回復します。タップで、盾虫、森帯攻撃に変わる、使い勝手の良いカードだと、思います。どこでも活躍できそうな、カードです。人造銀河竜、ビースト。防御破壊の、最大7回攻撃。対象が、プラス15か、自分が、マイナス15の時、必中になります。このカードもどこでも使えそうですが、特に、スペダンで活躍しそうです。今更ながらって感じのカードがありましたがわら。サプグア。2回攻撃し、ダメージを吸収し、回復します。確率で森属性を、帯びることがあります。邪悪な交代し。進化分岐のあるカードで、威力アップか複数かの、選択になります。親分でも使えますが、子分もなかなかです。フェルミン。全体攻撃カードで、コロシアム、デュエル向きカードです。古文は、優秀なので、スペダンでは、古文での使用になると思います。攻撃回数がランダムなのが玉に傷。闇夜の牛若丸。敵全体に、防御破壊攻撃、3回発動します。ターゲットすることにより、防御虫の6回攻撃に変わります。このカードも使い方次第では、どこでも使えると思います。森属性、限定になりますが、優秀な子分になり得ます。視聴竜、アルコル。攻撃6回、対象が盾の時には、赤盾を上書きしますが、上書き不可の盾だと無理でしょう。対象に、盾がなければ、弱点属性を帯びます。コロシアムが一番使いやすいかもしれませんが、一応スペダンでも使用できます。次が、最後のアカウントです。リッチキング。盾破壊5回攻撃。HP が 50% 以下の時は、ダメージ吸収し、回復します。子分も、割と優秀ですが、親分が、アンデッド、爪だと威力が 40% になります。
早期のジュネル。実装された当時は話題になりましたが、現状古文が優秀です。古参の方は、記憶にあると思いますが、ある、事件のあった、いわくつきのカードですわら。あの人は、今どこにわら。執行のせいや。盾破壊、無属性攻撃を3回与えます。対象が、アンデッドなら、使えると思います。正スキルの古文であれば、優秀だと思います。ほぼ、出番がないでしょう。ダークつくよみ。盾破壊、水帯攻撃を5回発動します。対象を持続状態にして、状態異常を付与できるようですが、スペダンでは、ほぼ無意味。でも、コロシアムジュエル、スペダン、すべてで、使用は可能だと思います。ジェネシス、ベイビー。盾破壊6回攻撃をします。対象に盾がついている時には、必中になります。また、対象のステータスがマックスなら、追加で、上昇効果を、打ち消します。このカードも、どこでも使用可能でしょう。古文も、割と、優秀です。今回ガチャを回して、思ったことは、石がかかりますが、やはり、超、大入り福袋ガチャ一択だと、思います。明日も回したいと思います。ご視聴、ありがとうございました。